あ、なんかさ、あの話もしたいよね、ジャズの話になったら、あの理論、最近理論、ああ、話しましょう。ねえ、理論必要か話ってある。流行ってるじゃないですか。切り抜きもできますし。ねえ。500円飲んでる。これ確かにね、絵面がこれだいぶおかしいからね。いや、そうですよね。まあ、うん、ちゃんと、あれ、説明しましたっけ？なんでこうなってるのかみたいな経緯を。なんでこうなってるのか、もう一回説明しますか？なんでこうなってるんですか？いや、まあ、私目線で言うと、今日のお昼過ぎぐらいに、ケンケンさんから突然連絡が来まして、配信しないみたいな。そう、夜空いてるかみたいな。あ、そうです。夜空いてますかって言われて。いや、置いてますけど、私、愛知県ですよ。じゃあ、行くねって。空いてるなら行くねって。まあ、そういう経緯でやってます。うん。いや、でもジャズギター、かっこいいよね。いや、かっこいいですね。結局、ずっとメタルとか好きな曲のコピーやってたんですけど、はいはいはい、やっぱりその好きな曲をなぞってるだけで味気なくて、で、なんか自分の中にあるそのフレーズとか、まあなんか自分の発想を出したいっていうとこで、そうなるとやっぱジャズかなと思って、まあ、だから結構理論の話になりますね。そうなんだよ。なんかね、ジャズだけはね、結構理論ないと弾けないかなって感じだな。そうですね。いや、究極には俺なくても大体いけると思うんだけど。でも、あの、ジャズで一番有名とか結構有名なメス・モンゴメリーってギタリストいるんですけど、彼は、あの、理論全然そこまで分かってないんだけど。ああ、そうそう。だから、その、究極は別になくてもいいと思うんだけど、まあなくてもできるけど、ジャズは結構ないとしんどい。そうです。遠回りになっちゃうからみたいな。そうそう。だいぶしんどいかなって思うんだよね。今教わってる先生も、まあ今本当にコードトーンとか、指板のポジションの度数とか、音名とかやってるんですけど、まあそれも大切だけど、一番大切なのは好きなフレーズをコピーすること。ああ、まあそうだよね。結局その、なんか、その自分の頭の中の音が歌えてないとあんま意味がないもんね。そうですね。なんかインプットが必要とか、そうだね。これピックじゃないですよ、これ。サラミです。いや、理論話はね、俺結構ね、したいなと思ったんだよな。まあでも結構、なんか、なんでしょうね、テーマが、なんか極端すぎますもんね。理論いるかいらないかって。ああ、まあそう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 。いるかいらないかは、ちょっと、その、なんだろうね。ゼロ百の話じゃないから。はい、例えば、だって、あの、理論結局ないってなると、あの、音名もないわけじゃないですか。あ、そこまでいっちゃうかな。あの、あの、理論始まったのって、でもその、なんか、本当に千何百年とかの頃って、まだ音名がないときまあ、なんか音階すらない感じだもんね。あ、そうです。うん、そういう口伝えだったらしいんで、あたあた。それはいりますよねっていう。でも、でもさ、なんか、例えば知らない国に行ってさ、英語とかも全く喋れないような、そこでどうするかみたいな感じじゃない？はあ、意味わかんないけど、ジャンボって言ってたら、そうそうそう、ジャンボって書いてある。ジャンボって、あ、みんなジャンボって言ってるな、みたいな。いいね、ジャンボって出てくるのいいね。だから、ちょっと私最初音名いるって言いましたけど、例えばこう、2人いて、こう、って弾いたら、それ弾けばいいだけです。そうそう、それでだんだん覚えていって、あれなんかこれ、
このこうしたらこうするんだみたいなのがこう勝手に出てくる、きて後付けされたものが理論だと思うから、うん、じゃあとにかくなんか俺は理論は本質ではなくてただのツールだなっていう。ああ、それはそうですよね、うん、料理で考えたら、そう、料理もね料理もなんか体感でなんか分かってるじゃん、魚取ったら焼けばいいみたいな、はい、なんか塩かけすぎたらしょっぱくなるかとか、はい、料理理論別に勉強しなくても、そうそうそう、でも一緒だよね全く、はい、だけどなんかだからそれでできちゃってる人もいると思うし、料理そのものが、まあでも料理もね、で何ができるかにするかって全然また話が変わってきちゃうけどね。まあ美味しかったらいいみたいな。うん、だから美味しかったらいい。まあお腹がいっぱいになればいい。ああ。とかさ、なんかいろんなその満足の基準もいっぱいあるから。栄養価がバランス取れてると。そうそう、究極に。だから究極に行くとどうなるんだろうね。どっちになるんだろうね。理論がある方に行くのかない方に行くのか。病院食じゃないですか。どういう、それ音楽で言ったらない。病院食は、うん、何でしょうね。そんなジャンルはあるんですかね。病院食って何だろうね。なんかあれじゃない、もう当たり障りのないスーパーの。え、スーパーの音楽めっちゃかっこよくないですか。いや、めっちゃ当たり障りのないやつないな。あ、まあそうですね。あ、じゃあ、あの、オルゴールのさ。あ、あの、信号で、うん、なってるポッポーって、やつ、あれ多分考え抜いた結果あれになったんじゃないそ、あれ音楽じゃなくない、でもそうでしたポッポーは音楽ではないよ。そうですね、だいぶアーティストでしたね。でもあれ音楽で取られるのは相当すごいな、ね、音が2個以上並んだらもう音楽みたいな。そうですね、旋律になっちゃう。ちなみに俺はもう全く理論的なことは分からん、まあ全くってことじゃないけど、ほぼほぼ分からないですよね。でも絶対なんかあれですよね、こうバッキングに対して外れる音弾かないですよね、ケンケンさん。だから俺の中でここが正解ゾーンみたいなの、自分の中の理論があるんだろうね。あ、まあ、まあ確かにそうか。で、昨日もなんかそのセッションバーみたいなとこでカラオケに人がしてるやつになんかギター適当に弾いて合わせてあげるんだけど、はい、え、それどうなってるのみたいな感じで言われるんだけど、いや、なんか適当に合わせたらこうなるじゃんみたいな感じなのよ。だけどジャズはマジでできないんだよね。あ、ジャズは結構まあキー一発でいけないところが、そうだし、やっぱなんかそのね、裏コード入れたりみたいな、その本当に理論的なところが多分面白いさだから、ジャズって。ああ。なんか。確かに。そうなんですよ、ね、うん。適量ですよね、理論。だから理論に振り切ってる人もいるけどね、やっぱ。ああ、うん。それはそれで、あの、ドリームシアターとか。だからあれはなんかそうやって、なんかフランス料理じゃないけど、はい、その複雑味が面白いみたいな。そうですね、結構好きです、ね。うん。いや、だからよ、難しいよね。なんか、この前、その、岡山でセッションした時の、その相、その二人でセッションしたんだけど、相方は結構その、ジャズの学校とか行ってて、うん、はい、もうバキバキ。なのよ。ガキガキ。で、俺は何にも考えずに、ただひたすら弾くみたいな、その対比が結構俺は面白いなってすごい思って。両方あっていいですもんね。そうそう、だから両方あっていいに決まってるでしょって感じなんだけどね。だから、なんか、いるかいらないかっていうテーマ自体ちょっとおかしいですね。まあ、テーマがね、確かにおかしいかも。うん、そうだね。これ音楽理論でアプローチするか、理論なしで
コピーでアプローチするか、どっちが上達が早いかだったら、まあ、それも人にはよると思うんですけど、上達が早いかっていうのも最終地点にもよるよね。あ、まあ形になるんだったらとか、パッと形にするのは理論がもしかしたらあった方がいいのかもしれないね。理論なしでペンタトニックって言っちゃダメってことですよね。まあそうだね。言ってもいい。また俺はペンタトニックはマジでなんか俺のこの A マイナーペンタトニックこれしか知らねえみたいな。あ、じゃあ私と同じってことですね。そうそう、だけど多分まあここぐらいまでできるかな。え、理論って炎上したんですか。なんか盛り上がってるよね、なんかね。まあ、炎上っていうことも定期的になんか盛り上がりますね。定期的にやっぱそのね、突破する人がいる。そうそう、理論いるかいらないかよりも、私その理論の話で怒っちゃう人はなぜ怒っちゃうのかのが気になります。確かに。ダックワイルドとかあれなんでしょ、ペンタトニックだけでやるんでしょ。あ、そうなんですか。ね、何やってるやってるじゃん。それも意味わかんないよね。すごすぎるよね。そう、まあでもそうそう、理論ね、好きな人もいるからね、やっぱそういうなんていうの、 理由が好きっていうさ、うん、なんかそう、あ、そういう説明ができるんだっていうのがなんか嬉しい人って絶対いるから。私です。でもそうじゃないですかね。私も本当になんか今ジャズのレッスン受けてて楽しいのは、本当になんかこのコードの上でこのコードトーンを弾いてるっていう状態が気持ちいい。あ、でも究極何でも合うわけじゃん。合うっていうか何でも良しとされてるわけじゃん、ジャズって。はい、なんかね、例えばコーヒーのとこにこれ入れられてもなんかそれも良しとされちゃうじゃん、なんかそれをやったみたいな。そう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 、そう、なんかジャズの人ってさ、そういうのにこれに理由をつけるとしたらみたいなことになる。結構考えるの好きだよね。あ、みたいですね。なんかまあでもそこでなんかこういうことをやるから、まあ他の進行で応用するとこう身につけたい。この前なんかイタリアンのイタリア料理屋でなんかタイのカルパッチョみたいなのがあって、はい、タイの切り身、結構厚めの切り身となんかスプラウトみたいなのが乗っててで、まあちょっとドレッシングみたいなのかけてあって、それにスイカがうわあったんだよね。うわ、これジャージーだなと思って。そうそうそう、なんかほんと、今日は、これはね、これ多分俺わかんねえなと思って、食ったんだよね。うん、そしたらやっぱり不協和音だった。マジで。わかんねえ、この表現わかんねえ、みたいな。どっかの流れで入れた方がいいのかもしれない。まあなんか確かに流れの一個ではあったんだけど、やっぱ一緒に行った人も、これはわからないねって言ってたからね。それはなんか別々に食った方がうまかったなーって。普通に間違えたのかもしれない。いや、なんと間違えた。理系文系の例え。理系文系ってことじゃないと思うけどな。そうですね。だってケンケンさんはどっちかというと考え方は理系ですもんね。結構理系だと思うな。でもまあ理論よりは感覚というか、うん、正確、やっぱ後付けにしたいなっていう理論は。ああ、そういうことです、うん、後付けにしたいか先付けにしたいか。そう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 。あ、で理論もし実作るとしたら自分の理論でいいんじゃないっていうか。あ、じゃあ、あそこで変わってるのかもしれないです。私、さっき漬けの方が気持ちいいかもしれないです。ああ、じゃあレシピをしっかり作りたい。そうですね。え、旅行行くとき予定めっちゃ組んだ方が楽しいですか？いや、だから俺、だからこんなアドリブで来るんだよね。ああ、組まないから。ああ、そういうことですね。組んだ方が楽しいです。あ、組んだ方が楽しいんだ。はい、もう、じゃあ、
そう、それは任せたいわ。それもしそう。いや、楽だよね、そういう人がいるとね。まあ、組んだ、で、あ、結局ジャズと一緒かもしれないです。組んだ中でトラブルとか、うん、思いもしなかったことが起こると、素敵。じゃあトラブルは求めてるんだ。そうですね。まあ、俺今日行き当たりばったりでやっぱカレー屋閉まってたことがあったりとかして、まあ、こういう時だよな、ダメなのはって思うけど、でも不意に行ったラーメン屋がめちゃくちゃうまかったから、それはやっぱアドリブの良さが出たなみたいな。であ急にケンケンさんから誘われて行きたいってなって、このトラブルじゃないですか、の中で、あのこういうスタジオの予約の仕方とかをあらかじめ知ってたから用意できたっていう理論。あ、なるほど、理論。で楽しめるみたいな。そうだから、まあいろんな人がいていいよね、もちろん。そうですね、うん、でもなんか例えばだけど、はい、ラーメンで言ったら、はい、二郎系ってもうすごい新しいジャンルをさ、はい、確立したじゃん。しましたね。なんかあれ、なんかやっぱ理論をちょっとぶち壊したしてるっていうか、まあそうですよ ね、 ねだって二郎系ってなんかそんなオーガニックじゃないですよね。いや、だいぶあれはもうディレクターで。あ、ディレクターで言ってますよね。いや、結構あれラーメン、だ俺がなんかあれはラーメンだとあんまり思ってないというか。え？なんか、だってもうほぼほぼスープもなんかあるんだかないんだかわかんない感じ。ああ、でも、確かに私ジロー食べないんですけど、うん、学生の時に、なんか、ラーメン行こっか、どうする、天一にするは聞いたことあるんですけど、ラーメン行こっか、どうする、二郎に行くは聞いたことあって。二郎に行くにあるんですね。そうですね。そうですね。だあれはなんか結構概念を、ぶちじゃべって、すごい、だから、新たなジャンルを確立したな、みたいな。あれだから理論だけだったらできないですよね。あ、ボカロとかね、確かに。ああ、そうですね。そうそうそう。あ、言ってましたよ。私、実は大学の、時の研究テーマが、音声なんですよ。声とかの、その音声の分析なんですけど、教授、まあ、教授って天才じゃないですか。音声の研究に関しては、うん、教授がその、まあ、理論の人じゃないですか、うん、初音ミクのことすごいダメって言ってます、あんなもんはみたいな、理論的にはもう全然低レベルなものだから、でもって言ってたんですよ、うん、まあ、作るためは簡単に作れるって話、うん、でも結局じゃあなんかみんなの心を踊らせたのが初音ミクじゃないですか。あ、まあそれそうなんだよね。でもやっぱそういうもんじゃんね、結局なんか。そうです、ね。最初はそのビートルズだからさ、ぶち壊してるわけだもんね、みんなの概念を。うん、あ、じゃあ。すいませんね。